どうもみなさん、ピンクでございます。コクワガタコミヤの身体測定動画です。11ヶ月目ですね。はい、先月言ったんですけれども、12ヶ月目になるまで床材買えませんという話をしてましたんで、今日も買えません。なのでほとんどやることがない喋ることもないというところでございますが、まあまだ生きてますというね、まあお知らせみたいな感じにはなるんじゃないですか。はい、ということでございまして、まあ早速見ていきましょう。よいしょ、パカリいますね。ケツが見えておりますね。ちょっとゼリー捨てます。ほいほいで、へいへいへい、よし。はい、ということで、見えますか？ピントが迷子。ピントが、この辺がさ、このコンデジのダメなとこだよね。来ました！はい。ということで、11ヶ月目の小宮です。生きてまーす。まだ生きてますよ。はい、また元気にしております。まあ、見た目はね、そんな変わるとこもないんでございますけれどもね、ちゃんと生きてるっていう証拠ちょっと怒らせてみましょうか。ツンツンつって。よいしょ。はい、怒りましたね。はい。すごい開いてきましたね。めちゃめちゃ怒ってきましたけど。はい、生きております。さて、じゃあ今月ということでございますけど、まあ、大きいその変化みたいなのはほとんどないんですけど、なんか、今月は割とね、上にいましたよ。いや、先月こう上げた時にね、湿度が足りひんから、表面の方に、霧吹きのそのあれがある表面の方に来るんですよ、みたいなことも言われたんで、そうなんかと思って、今月めっちゃ霧吹き増やしたんですけど、量。でもやっぱ表面の方にいるけどね。特に今月は多かった。開けたら100発100中いたもん。先月はまではまだここ開けても、その、いない時あったんですよ。パッと見てもね。ああ、まあ今日は潜っとんじゃな、みたいなぐらいだったんですけど、今月はもう、ほぼ、2日に1回とか毎日ぐらいかな、開けてますけども、ほぼいますね、上に。いないの見たことね、特に覚えてないぞっていうぐらいに、上にいましたね。理由はね、なんだろうなって思うんですけども、あったかくなってきたからなのかなっていう気はするんです。まあ特にここ最近ね、仕事場とかでエアコン効いて、まあ部屋はね、もうエアコン効いてますから、こう外出て仕事行ったりすると、そのエアコンが効いてない環境に行くわけですよね。そうするとまあ外気温がね、どれくらい変わってきたかっていうのをしみじみと実感するわけでございます。まあちょっと最近汗ばむような季節にもなってきましたしね。会社で決まってるそのオフィシャルの服装をしてるとちょっと汗ばんできたりとかしますんで、まあ、だいぶ暖かくなってきたんじゃないかなというふうには思います。まあ、別に先月ぐらいからそうなんですけども、今月まあ、桜もね、散りましたし、結構暖かくなってきたっていうことを、彼らもそれなりに実感してるんじゃないかなというふうには思いますね。おそらくですけれども。なので、ちょっと出てきて活動開始してるみたいなとこなんかなというふうに思います。部屋の室温もちょっと今、ちょうど冷房と暖房の絶妙な切り替えの時で、ちょっと普段よりも高めっていうんですかね。だいたいいつも25度ジャストぐらいで、キープしてるんですけども、まあ、ここ最近26、27度ぐらいに室温になることが多くてですね。まあ、なかなかエアコンでは、ここから細かいのはですね、もっと暑くなりきったりとか、もっと寒くなりきったりとか、触れるとね、結構簡単に調節できるんですけども、ちょっと中途半端な時期っていうのは、どうしてもね、冷房入ったり、暖房入ったりみたいな形になるんで、安定しないんですよね。ちょっと高めになるような形にはなっております。そういうところも、もしかしたら感じてるんかなと思ったりするんですが、どうなんでしょう。あくまでもこれは私のね、予想の範囲ですけれども、まあそういったことがあって、ちょっと元気なんじゃないかなと思ってます。姿が見れるのはやっぱり嬉しいですね。生きてるという実感がありますんで。いや、もしも小宮がこのまま亡くなったりした時に、例えば潜ってる状態でね、亡くなったら、どこ行ったんやみたいなことになりますんで。で、出てきてへんだけかなと思ったら、だいぶ前から死んでましたみたいな。まあ、ちょっと嫌やなと思いますんで。まあでも多分外出てる時にね、死ぬんじゃないかなって気がするんですけどね。それから死にそうになったら外出てくるとか、そういったことがあるんじゃないかなと思うんですけども。あんまりなんか土の中で生き耐えてたみたいな。パターンを。まあ、俺もあんまり株価に詳しくないんでね、下手なこと言うとあれなんですけど、ないんじゃねえかなと思ったりするんですが、どうでしょうね。まあ、ちょっとこう出てきてくれるので、元気か元気じゃないかというのが判別しやすいというのは大変ありがたいなと思っております。はい。今はゼリーがちょっと新しいやつ使ってますんで、このさっき入ってたのと同じですけど、これ透明のね、これ使ってますんで、これまた別で動画にしますんで、もう今半分ぐらいかな、100個がミニマム単位やって、今も多分50以上使ったんですけど、まあ一応使い切ったら、動画にさせていただこうかなと思ってます。この後はちょっと一回プロゼリーか、なんか市販のちょっと、市販のって言ったらあれですけど、今まで使ったことあるようなやつで軽く挟んでから、また新しいやつにね、調整したいなというふうには思いますね。それ以外はもう床材買えないからほとんど喋ることないんですよ。
何も変わらないっていうところがね、良さなんかもしれません。あ、でも、ちょっとね、定期的にこっちに基本このゼリーを置くんですけど、やっぱゼリー置いた方って、なんでしょうね、食べてる時のエキスがこう垂れたりするのかな、かもしれないですけど、ちょっと汚れる傾向にやっぱあるんで、こうね、次入れるときはこうみたいな。で、こっち側にこう、ゼリー入れたるみたいなね、感じに入れ替えたりとか、そういったなんか細かいことはするようにしてます。やっぱ中に入れてる転倒防止の木だったりとか、そういったのが腐食してきたりとかするとね、それはそれでめんどくさいので、そういうことにならへんようにっていうので、ちょっと、工夫っつったら言い過ぎですけども、なるような形にはしておりますね。はい。まあ、鳩は世話的に変えたことは何もないということであれなんですけどね、転倒防止のこれは果たしているんかなってたまに思うときはありますけど。まあ、床材によってはね、必要なんかもしれませんが、この今のね、針葉樹のチップスは結構、そのチップス自体がでかいなって思うんで、なくても意外とひっくり返ったら元戻るんじゃないかなと思ったりしますが、どうなんでしょうかね。はい。まあ、何回もね、使ってると、たちまち今月床材買えないっつってますけど、そうなってくるとちょっとこう踏み固められたみたいと言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、まあ、床材があんまりこうね、浮いてこうへんというところでございますんで、そうだともしかしたら転倒防止の木が必要なのかもしれませんね。はい。ではまあちょっと普段の世話みたいなことをちょっとしますかね、軽くね。はい。霧吹きやります。整体行ってもガシガシ行くけどね。ちょっとね、昨日結構たっぷりやって、見た感じまだちょっと残ってそうやったんで、今日ちょっと控えめという形にさせていただきました。もうちょっとやってる日もありますね。よいしょ。開けた時のそれ次第です。よいしょ。ちょっとね、最初の方、霧吹きしてたらめっちゃ怒ってこう、ガッて立ってましたけど。で、ゼリーを入れてやると。OK ですね。完璧でございます。私、小映えシャッターやのに、小映えシャッターのこの上のところ使ってないっていう。このとこ、あのね、ケースね、あれなんですよね。ここがね、本来、なんていうんですか、そのなんかメッシュのすげえ細かい布みたいなやつ、こうカポッとはめるようになってるんですよね。で、小映えの侵入も防ぐみたいな売りの、あの、ケージなんですけれども。私ちょっとそれやるとね、すっげえ蒸れて、蒸れ蒸れすぎるやろと思って、中で霧吹きしたこれが、どれぐらい残るのが理想なのかって感じなんですけど、あんまりね、やっぱ水で済んで何日も何日も残ってるとね、それはそれで良くないやろっていう。まあ、多湿系の子を飼ってて床材湿らしてんやったらそうなんかもしれへんけど、なんかちょっとね、衛生的な面で、もう多湿のその濡れてる床材やったらしょうがないと思うんですけど、そうじゃない時はなんか、あんまり中に水分系が長く残ってて欲しくないなっていうのがちょっとあってですね。で、最初の頃ね、霧吹きやってたんですけど、やっぱ次の日もその霧吹きのその下跡っていうか雫とかちょっと残ってたりするんですよね。それがちょっと嫌だなと思って、ここに布みたいな、それ貼ってるのよりは、これの方が蒸発しやすくなるだろうってことで、まあ、小映えが生えてきて、湧いたらね、さすがにちょっと考えていかないなと思うんですけど、幸い小映えが湧くような状況ではありませんので、まあ、ちょっとね、そうやって、やってやろうかなという形で、ここを外して、ちょっと通気性を上げてます。まあ、湿度が高いっていうのと、蒸れてるっていうのはまたちょっと別だってね、結構昔から言われたりしますんで、まあ、じゃあ別だって言われたらどうすりゃええねんって言われると、なかなか難しいところなんですけど、ちょっと蒸れすぎないようにっていうので気をつけてる点ではありますね。まあそれがいいんかどうかっていうのは小宮が証明してくれるかどうかはわかりません。所詮一匹でございますんでね。わかりませんけれども。まあ自分はそうだと思ってやってるという形ではありますね。お、ちょっと動き始めた。でも今日ずっとね、こういる姿見せれていいですね。先月はね、スッと潜ってしまっていなくなっちゃったんですけど、すぐ。もうほとんど木と同化してて見えないですけど、カメラだと。色が真っ黒になってね。ほとんどわかんないですけど、いますね。今日はずっと外出てます。ちょっと動き出しましたけどね。もしかするともう、あとこれしまったら、ああ、スッと動いて潜ってたりとか、ゼリーの方行ったりとかしてるかもしれませんけどね。うん。おっとりしてますね。挟まれたことまだないんでね。挟まれたらどれぐらい痛いんかっていうとかちょっとあるんですけど。怖いもの見たさだったりするんですけどもね、うん、このサイズやったら無理やりちょっと外そうと思えば外る気もするんですけど、まあ、無理やり外すと怪我しそうなんで、ね、ちょっと怖いなと思いますけどね。どれぐらい痛いのかっていうのはなんか小宮が死ぬ前に体験しといた方がいい気がしてます。
今後の参考のためにっつったらちょっとね、あかんのですけども、ちょっとなんかね、記念っつったらですけど、ちょっと挟まれてね、痛みを知るっていうのは大事かもしれないです。もしかしたらいつかやるかもしれません。いつかのタイミングで、いやー今月実は挟まれましてねみたいなこと言うてるかもしれません。まだ少し勇気が足りないんだと思います。はい、ということで、今月はこれぐらいで終わらせていただきましょうかね。あ、最後ちょっと登ってきましたね。はいはい。という姿が見えましたけれども、これで終わりとしていただこうと思います。みたいです。ありがとうございました。まあ、よかったらね、来月の身体測定動画とか、他の生態の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。